皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介と思ったんですけど、今回ちょっと紹介じゃないです、はい、はい。報告したいと思います。報告、はい、はい。紹介してくれるのは、はい、ボンド大阪の岡くんです。はい、よろしくお願いします。今回ボンドグループ一番乗り達成いたしました、はい、はい。紹介する車はこちらでございます、はい、こちらです。フェラーリ F8 トリブート。トリブート、もうこれまだあんまり走ってない。そうです、まだ、まあ、最近ちょこちょこ納車されだしたっていう感じですかね。最近ようやくだよね。そうですね、なんかクーペとそのトリブートとスパイダーが同時期に今納車されてるっていうちょっと変わった状態なんですそれをなんと今回もうカスタマイズしちゃったってことで。そうです、多分これボンドグループだけじゃなくて日本国内でももしかしたら1台いるんですよ。あ、いるんだ。あのHR 入れてるの。あ、そうなんだ。あ、先越されたって思った。あ、そうなんだでももう本当に数えるぐらいしかいない。そうですね、まだ多分全然いないかな。最速なカスタマイズじゃないでしょうか。そうです、はい、はい。でちょっとカスタマイズって言ってもさすがにこの車なんで、はい、例えばなんかエアロもすごくつけましたとか、そうそうそう、振り分けしましたとかっていうよりかは、はい、もうあの足とホイールだけっていう。シンプル、本当にシンプル、はい。もう車もともとかっこいいんで、めちゃくちゃ。そうなんですよ、もうね、エアロがね、これもう社外品っていうぐらいかっこいいんですよ。だからもう本当に落としてホイールだけでもう全然、あのノーマルがやっぱりちょっと車高もね、ちょっとだらしないっていうか。ノーマル車高ね、すごい高いんだよね、びっくりだよね。本当にもう拳こうやって入っちゃいますからね、リアとか、はい。なんでちょっとその辺を軽く触ってるみたいなので。そうです、もう前飛ばしちゃっていいでしょうか。はい、はい、前は、まあ、カーボンがいっぱいついてます、はい、なんとこんな感じになりました。はい、こちら、これかっこいいね。 ADV1 です。来ました、ザ・アメタン、はい、単造ホイール。そうです、ADV05D の、2ピース MV2 のアドバンストシリーズです。アウターリムとインナーリムでこう、そうです、はい。でよくあるこのリムとディスクの2ピースじゃなくて、ではなくて、はい、インアウトの2ピース。そうです、だからここでピアスで、ピアスボルト、ハードウェア、ハードウェア、ここで繋いで、はい、そうです。でこれ ADV 何がすごいって、まず削りがすごい、はい、もうセンターキャップのところがなんか何が起きてるかよく分かんないです。ちょっと本当にね、はい、ええちょっと待ってっていうレベルで、そうそうそう、あのね、去年一昨年ですかね、土と一緒のセマで見た時になんかリムが宙に浮いてるんじゃないかみたいな。もうやっぱああいうのは ADV1 だなっていうのは。まずこの削りがすごいし、それを分かった後に思うのが、はい、これどうやって削ったんだろうって。いや、そうなんですよ、思うよね。もうあのよく見るこうね、こう削っていってる機械は見たことあるけど、この横からとかどうやっとんやろうっていう、ここどうやって削ってるんだっていう、そうそうそう、ここをどうやってるんかなっていうのはすごい思うんです。3次元の域に入ってきてて、なんかやっぱりホイールもこれだけ多様化してくると、やっぱもう2次元の平面とあれだけやったらもうね、個性が出せない。でまたフェラーリの純正ホイールって割とこうシンプルじゃん。そうですね、結構最近になって F8 とか812とかでちょっとひねりが入り始めましたけど、やっぱりね、アメタンとかはもうひねりデザインってだいぶ前から流行ってるんで、ちょっとこのデザイン性の高い足元で、また今回このフィニッシュがすごい、はい、そうです、フィニッシュこれなんと岡オリジナル特注、特注、そうです、はあ、あのブラッシュ止めを残しつつ濃いめにしたスモークをマットで、マットサテン、はい、半ツヤ、半ツヤ、ちょっとツヤ感を若干残しつつ、はい、この金属のこの削った目が少し残ってる状態 で、 そ, うです、それがこ う, うっすら見えるぐらいギリギリの濃さです、はあ、なんかちょっとこう素材感も見えるんだけど、こうちょっと引いてみると、そうなんですよ、結構シンプルな色目にも見えるっていう、グレーにも見えたりガンメタにも見えたり、そうなんですよ、これがオリジナルペイント、だから色塗りを日本でやってます、はい、色塗りペイントを日本でやってます。そしてこうアメタン何がいいって、こう大体こうスーパーカーに持ってくるアメタンってこうスポーク細くなるじゃないですか、はいはいはい、このブレーキの主張、はい、そうですね、やっぱりこれだけあってもがっつりパッツンパッツン、はい、
このキャリパーが丸見えな感じ。そうなんですよ。結構こう、はい、488とか F8 ってこのディレクショナルの2本2本のやつ入ってたりするけど、うんうん、結構こう隠れちゃったりする、はい、そうですね。だからこの中でもで、ね、色もシルバーなんでキャリパーがそんなにこう主張しすぎないですけど、この暗めの足元で見るとやっぱシルバーも映えますし、これキャリパーの色もこう純正で結構選べる、これ純正で、はい、5色ぐらい、ね、いや今もうちょっと増えたと思います。そうなんだ、はい、結構黄色とか赤とかいろんな色選べる、いろいろありますね。だからなんかネイビーとかその辺もありますし、はい、ちょっと今回渋いチョイスですけど、そうです、ね、足元がかなり決まってます、はい、そして気になる車高は、はい、どんくらいでしょうか。指2本ギリギリ入るかなっていうぐらい。そうですね、斜めだったら入るけど、横だったら1本半ぐらいで、まあまだ組んだところなんで、もうちょっと乗って馴染んでくるとあと5ミリぐらい下がってくるかな。これじゃあダウンスプリングかなんかってことですか。そうです、伸びていくの。なるほど、はい、だからアジャスター付きなんで車高調整もできますし、フロントリフターもそのまま使えますよっていう、はい、もうドイツのフェラーリとかもランボとか、あれランボだっけ、ランボはまた、まあウラカンとかはそうですね、はい、ドイツでスーパーカーメインで取り扱ってるチューナー伸びていく、伸びて、まあ、マクラーレンなんか結構有名で、そうですね、もうマクラーレンとか、まあ、でもフェラーリでもやっぱバネだけじゃなくてそのトータルでエアロも出してますし、まあ、ホイールも出してるし、マフラーとか、はい、結構全般に人気だし信頼性も高い、そうですね、はい、このバネがついてると、はい、だからこれなかなか実車見たことないという方も多いと思うんで、これがどのぐらい下がってるのかちょっと分かりにくいと思うんですけど、機械があって、ね、一応フロントで20ミリでリアで35ミリ今回下げてます。はい、じゃあもう見比べてみていただければもうかなりスタイリングが良くなってるって、はい、そうですね、お分かりいただけるんじゃないかって、はい、そして、はい、もう横とかもこれオプションかな。そうですね、カーボンもオプションで入ってて、もうベースがめちゃくちゃかっこいいです、はい、この辺も全部カーボンになってて、そうですね、で、あとこれリアがこれアクリルなんですか。アクリルじゃなくてね、なんかその特殊な素材なの、ポリカーボネート的ななんかね、ちょっとホームページ見たけど忘れちゃいました。はい、付着入れておきましょう。そうですね、このこれだってスリットの入り方 F40 ですもんね。でこの断面もね、ちょっとねガラスでもないし、なんかちょっと青いんですよね。これごめんなさい、素材の名前忘れちゃったんですけど、ちょっと特殊な素材使ってます。そう、もう F8 うちも3代目入庫したん。あ、もうそんなに来てるんだ。そうです、最初に多分日本で最初にローダウンしたのうちなんですよ。あ、そうなんだ。おそらくで、それして、あともう一台スパイダーも早速納車された方がいらっしゃいまして、はい、そうです、だから3代目ですね。でもやっぱ毎回すごいです。後ろは、はい、まあ、毎回恒例ですけどこの逆反りがえぐめの、だからフロント21インチ、リア22インチなんで、前と後ろでまたね、見た感じも全然違いますし、印象がかなり違う、はい、でまたデズラも、デズラもこんなに新しい車なのに、はい、完璧です、全パックンっていう完璧です。もうフェラーリ純正がこう好きな方にはもう大変申し訳ないですけど、はい、ちょっとこのやっぱり引っ込んでる感じとか、そうですね、やっぱり純正だとちょっと奥に入ってるんですけど、やっぱりこう僕ら落としてこう辛い位置がやっぱかっこいいなって思っちゃう、はい、ちょっと出た感じ で車高も当然35mm です、はい、上がってるんで、特に F8 純正でリアがかなり高いんで、そうですね、もうなんかこんなドラッグマシーンみたいな感じになって、やっぱりそこを整えてあげるだけでもかっこいいですし、でちょっとずるいのはホームページだと若干低く見える、はい、そうなんですよ、そう、はい、だから本国とかそのジュネーブとかで発表される時って低いんですよね。でいざ日本に車来て見るとちょっとこうなって見えるぐらい、そうなんですよ、ちょっとそこを整えてあげるだけでこんなにスタイリッシュになっちゃう。そうですね、やっぱりこうベースがかっこいいんで、そこだけやってあげるともうね、間違いないです。言ったら本当に今回足元だけなんで、だけです。またタイヤホイールとローダウン、はい、EBM ぐらいです、はい、そして後ろ行きましょうか。後ろももうかっこいい。そうですね、またこう丸めの4頭に、だから458488って丸め、ね、2等だったのがまた4等になった。いや V8 モデルで久しぶりの4等っていう。そうですね、 F430 以来ですね、はい、もう新しさがすごい。そうですね、でもマフラーもこれもなんか色を選べるんだよね。ですね、マットの、そうですね、マットと、クロームと、あと何だったか、チタン焼けはなかったと思うんで、3種類ぐらいなんかあったと思います。でまたこれ今回狙ったかどうかちょっと分からないですけど、はい、ホイールのこの質感とこのこう合ってるなって。そう、狙ったんですよって言いたいんですけど、そこはまたちょっと
別です。オーナーがオーダーした時に、はい、そうです。なるほど、はい、こんな感じの車になってます、はい、であとツッチーちょっと見てほしいのが、はいはい、まあ外装は結構こう真っ黒で、はい、まあホイールちょっとカーボンに似たような色で、で中がめちゃめちゃおしゃれです、ね、もうオーナーさんのセンス抜群です。これはどぎも抜かれました、これかっこいいです、はい、初めて見ましたフェラーリでこの色。開けちゃっていいでしょうか。どうぞ。これすごい、はい、なんとオレンジです。ここにオレンジを、はい、なんかオレンジの内装ってやっぱりランボとかでよく見るじゃないですか。僕フェラーリは初めて見ました。そして外装にこう、もう、そう一切オレンジがないんです、ね、はい、中で全部集約されてる。そうなんですよ。だからこう中オレンジでレーシングシートで、あとこうちょっとスイッチですね、あのリバースとかローンチとかのスイッチがトリコロールの、ールの、はい、だからちょっとこう遊び心を入れつつ、やっぱりフェラーリオーナーの人ってこうセンスがもう常人じゃない。そうなんですよ。もうこれできたら僕絶対キャリパー赤にして中赤にしちゃいます。はい、無難な。いやこれはおしゃれです。でこれまたすごいのが、はい、この前から見た時、はい、このシートのこれヘッドレストが見えるじゃない。本当です。これおしゃれですね。おしゃれだね。いや本当だって、ちょっと遠方のお客様で今回陸送でご依頼いただいたんですけど、やっぱり来た時に、あ、まあ黒の FA とかって思ってドア開けたらすっげえこれって、もう某有名ブランドみたいな。ああなるほど、はい、ちょっとそんな雰囲気もあります。ちょっとそのギャップちょっと分かんないけど、はい、もしかしたらそのギャップを狙ってるのかもしれない。かもしれないですね。逆にもう僕らの反応が一番お客様的に言うと、やったったぜってなってるかもしれないです。いやこの配色は本当おしゃれです。とてつもない冬です。はいはい、というわけで今回はカスタマイズした車両の紹介じゃなくて、もう本当に足元だけなんで、そうですね、はい、まあもう最速、はい、最速でやったぞっていう、はい、報告で、はいはい、お届けしました。で、はい、F8 に限らずフェラーリのカスタマイズだったりも、はいはい、もうぜひぜひ、まあ、いろんなことができますので、はい、お気軽にボンド大阪店までお問い合わせください、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。